皆さんこんにちは。今日はですね、視聴者様のリクエストということで、新型ベゼルにね搭載されていますメーカーオプションのねこちらのナビなんですけれども、こちらの6スピーカーの音質についてのご紹介、それからもう一つは、先日私 EHEV のねプレイをお借りした時にアップルカープレイが非常にね使いやすかったんですよね。で、そちらのね新しい機能がね加わってますので、まあ、そちらについてのねご紹介をいたします。で、まずですね、こちらの Z に搭載されています6スピーカーですね、まあ、どういった構成になっているのかということをねお伝えいたします。で、プレイと違うところはですね、ここですね、インストルメンタルパネルの左右、ここにですねスピーカーが新しくついているということですね。まあ、これ厳密に言うと高音領域のスピーカーになってるんで、まあ、ツイーター的なスピーカーになりますね。で、それからもう一つは足元ですね、まあ、こちらはもう低音中音領域の音を出すためのスピーカーですね、左右についてます。で、あとは後席ですね、後席にもスピーカーがついていて、このように左右ですねスピーカーが備わっていると、まあ、いうことで、これで計6個のスピーカーが、まあ、兼ね備わっていると、まあ、いうことですね。はい。で、これはですね、サブウーハーというのはついてないということなんですけれども、まず音質的なところのね、結論からお話をすると、この EHEV の Z のですね、音質は非常にね、いいです。正直言って。プレイと比べてもですね、何が違うかというと、サブウーハーがついてるかついてないかの違いぐらいしか、私はね、ちょっとね、感じられなかった。むしろ Z の方がですね、音が結構ね、クリアで、なおかつ、低音から高音までしっかりと、出てると、なおかつ臨場感もしっかりとしているので、私はね好み的にはこの EHEV の Z ですね、6スピーカーモデルですねが非常にいいなというふうにね思いました。はい。それではね、少し音の紹介をねしていきたいと思います。で、 Bluetooth ね使うときなんですけれども、こちらの携帯ですね、Bluetooth、 こちらをねまず有効な状態にしておく必要があります。で、その上でこちらの Bluetooth オーディオを入れてあげて、で、 Apple CarPlay で再生、もう Apple CarPlay をですね入れておけば、ワイヤレスの状態で Apple CarPlay を使うこともできますね。はい。で、今ですねいつも使っている BGM で再生するんですけれども、その前に、音質調整ですね。で、こちらの Z に関してはサブウーハーがついてないので、サブウーハーの調整機構がないです。それ以外の調整機構というのはついていて、繰り返しになりますけれども、トレブルですね、高音領域、それから中音領域、それから低音領域ということで、最大ですね、レベル12ですかねの幅の調整というのがプラマイでできるということになっています。この辺はね、特にプレイの10スピーカーと変わらなくなっていますね。はい。ではですね、音をねまず聞いてみたいと思います。まず、この状態ですね、デフォルトの状態で音を聞いてみたいと思います。今ですね、 YouTube 上のスピーカーですとね、どうしても音が拾いきれないところがあるとは思うんで、実際のこの実写で聞く音とですね少し異なるところがあると思います。ただイヤホンをつけていただくと、カメラの携帯のスピーカーよりもですねさらに臨場感が出るので、実写で聞いている状態に近い音でね聞けるようになるので、イヤホンで聞いていただくと非常に分かりやすいかなと思います。で、まあ、こうやって聞いてみるとですね、かなりね音が綺麗ですね。プレイと基本的には変わんない、サブウーハーがついてるかついてないかの違いぐらいの違いぐらいで、基本的にはプレイのプレミアムオーディオと変わらないのかなっていうのが僕個人的なちょっと感想だったりしますね。で、じゃあまず高音からですね強弱をつけて調整してみたいと思います。このように一番上にセットするとですね、まあ、高音がかなり強調される。まあ、こちらマイナスに、まあ、振るっていうケースはなかなかないかなとは思うんですけどね、少しこう鈍い音になってきます、こもった音になってきますね。で、ミドルレンジに関しても、まあ、
中音領域ですねが強調されるような形になります。あ、こっちになると少しこうこもった感じのものが、こもり音がちょっとこう減るようなイメージですね。うん、でベースですね。そうするとこのように低音がかなりね聞こえるようになってくる。かなりベースが効いてる感じがしますね。うん、だからもともとこのゼロの領域でもですね、かなり低音がですね効いてるような感じがあるんですけれど、さらにレベルを上げていくとですね、より一層ねスピーカーのこの足元のねスピーカーが結構低音が出てくれるスピーカーのようなので、かなり音としては綺麗で、なおかつインストルメンタルのインストルメンタルパネルのね上にあるスピーカーもそこそこねやっぱり高音が効いてくれてるんで、結構低音から高音までねしっかりと忠実に音が出てるんではないかなという気がね私の中ではしますね。はい、軽い感じになりますね。で重低音が効くようになると、こういった感じです。はい、でまあ一番最初にね使った BGM ですね、こちらでもちょっと試してみたいと思うんですけれど、こちらになりますね。いきます。少しこうアコースティック的な感じですね。ちょっと聞いてみてください。でもう一回ねサバイバルというね BGM なんですけど、ちょっと私喋ってしまったのでね、喋らないで、一定時間流してみます。いきます。ということでですね、まずねこの動画の冒頭でもお話ししたんですけれども、プレイのですねプレミアムオーディオですね、10スピーカーのオーディオも、そこそこいいなとは思ったんですけれども、このね Z をね6スピーカーの Z をね聞いてみると、もうこれで十分かなっていうのが、正直ね私の感想だったり、そのぐらいですねこの Z に搭載されている6スピーカーですね、これプレミアムオーディオではないんですけれども、メーカーオプションの標準装備のオーディオですよね。これかなりですねノーマルの状態でもレベルが高いかなというふうに思うので、特にプレイのセンタースピーカー、ツイーターついてるんですけれども、でなおかつサブウーハーついてるんですけれども、なくてもね、基本的な音質は一緒かなっていう気がちょっと私の中ではしていてですね、そういった意味ではこちらの Z の方がお買い得感が高いかなと、いうことをね、今回この音をね確認して、音質を確認して感じたところになります。それからもう一つは Apple CarPlay ですね。まず一つ目はライトニングのケーブルをねつけなくても Apple CarPlay が使えるということですね。ここですね。でこのようにですね Apple CarPlay のボタンを押してもらうとこのように表示されるんですけれども、使ってね
便利だったなって思ったところは、まず一つ、まあ、ライトニングのケーブルをね、刺さなくても使えるということなんですけど、もう一個は、メールのね、送信機能ですね。例えば、このように、ミンからでもいいんですけど、ミングケラ JP から、米印本メールは、カービューの送信専用アドレスから送信されています。このメールには返信を行わないでください。モーターマン様専任。ホンダ新型ベゼルは、まあ、このようにですね、まあ、読み上げてくれるんですけれども、まあ、何言ってるかわからない時もあったりするんですけど、それよりもですね、この返信機能ですね。内容はどうしますか？メールありがとうございます。 info@mail ミングケラ JP への返信は次の通りです。メールありがとうございます。送信してもよろしいですか？まあ、このようにですね、まあ、返信はしちゃうとね、ちょっといけないんで、返信しないんですけれども、まあ、このようにですね、一応、簡単な言葉であれば、音声認識でメールを送信してくれると、まあ、いうことですね。送信したメールも、携帯上で確認すると、誤字脱字っていうのが結構ね、少なかったり、ちょっとなんかね、微妙にね、変な、漢字を使ってたりとか言葉の表現だったりする場合もあったりするんですけれども、割とね使える機能かなっていう気がする。運転してる時にメールをね送りたい時なんかあったりすると思うんですけれども、結構ねそういった時でも使える機能になってるのかなっていう感じがねしましたね。そこがすごくね便利だなって思ったところですね。あと Google マップなんかもコーディネートできたりねしますね。まあ、この辺は従来と変わらないかなと思うんですけれど、うん、まあ、このようにですね、表示を変えたり航空写真にしたりとか、まあ、この辺は従来と変わらないですね。はい、できたりします。あと交通情報を表示したりとかね、うん、まあ、こういったところなんかも、まあ、従来と変わらないかなと。あと携帯ですね。まあ、ここにチャージするときね、どうしても奥行きがあるのでチャージできてるかできてないかちょっと分かりにくかったりするんですよね、うん、まあ、そういう時にここね表示がしっかりと出てくれるので、まあ、これなんかも結構ね便利だったりしますよね。はい、まあ、そういったね機能がついているんで、かなりですねこの Apple CarPlay も使い勝手としてはですね向上してるのかなと、まあ、いうことで皆様にお伝えできる項目かなと思いまして、ご紹介をねさせていただきました。はい、ってことで、今回はですね、こちらの、ベゼルにね搭載されていますメーカーオプションのオーディオの、まあ、音質6スピーカーですね、オーディオの紹介と Apple CarPlay についてのね、新しい機能、使いやすい機能についてのご紹介をいたしました。今回もこの動画を通じましてお付き合いのほどどうもありがとうございました。またリクエスト等ございましたらコメント欄に書いていただけますと非常に嬉しく思います。それでは失礼をいたします。